ただ、あ、そうだ。ちょっとね、僕のその、な、今回、その議席を取れなかったっていう、まあ、その自分がというよりも、取れなくて、すごくこう、悔しかったというか、議席が取れていればって思った一つっていうのは、今回、その消費税をね、年末に上げる。で、令和新選組はずっと消費税は廃止って言ってるんですよ。でね、そんなことを言ってる他の政党、野党もいないわけですね。で、その、消費税が、あってはいけない税制だとか、その消費税を廃止って言ったときに、じゃあ財源どうするんだっていう、そういうその議論に引きずり込んで、今までのその、既存の与党が言ってることとか、野党も含めて、その財源論とか、そういったものをぶっ壊す機会に自分が当選することによってしたかったんですね。なぜかというと、時間がないから。バッジをつけてそういう議論をしっかりと、訴状に乗せて、で、その我々側のロジックを多くの人たちが知ることによって、もしかしたら空気が変わるかもしれないということを、実は僕は今回、イメージしていたというか、それを本当にやりたくて、立候補していたっていうところもあったんですね。で、残念ながらそうならなかったというのが、すごく、僕そこが一番実は悔しくて今回、自分がどうのこうの言うよりも、もう時間がないので、で、このまま行くと、そのまま今、消費税みたいな話になっちゃうだろうなと思っていて、僕絶対やっちゃいけないことだと思うんです、今増税はね。なんですが、そういう流れになってしまった、その悔しさがちょっと昨日、ちょっと出てしまいまして、その最後の記者会見のところで、お気になった方もいらっしゃると思うんですが、僕、いきなり、かなり思いっきり吠えちゃいました。マスコミに。ちょっとあれは逆効果だったかなと思って、ちょっと反省してるんですけど、でも本当に、今回、もうできれば本当にね、その、令和新選組の消費税撤廃というところをね、もうちょっとまともに、掘り下げてもらえばね、その裏にあるロジックは何なのか、ということを、しっかりとこう、マスコミの人たちが報道してくれたら、その、今までのその、財政金融の考え方がいかに間違っていたかっていう、それをこう、白日のもとにさらすきっかけに、いいきっかけに今回選挙をきっかけになったんじゃないかなというふうに、まあ、期待してたんですけど、残念ながらちょっとそれは、全然起きずにですね、まあ、結局その昨日の、まあ、昨日になってね、もう本当に大手マスコミは流してますけど、なんかその山本代表がそのタレント候補の走りというかね、タレント候補の一人としてまあ紹介されていたりとか、本当になんだかなっていう感じでした。ちょっと真面目な話させてもらいますね。今回の令和新選組の、主要な政策の一つに消費税廃止っていうのがありますね。で、消費税っていうのはもちろん争点になってますね。もう 10% に上げるとか言ってます。皆さんね、マスコミの皆さん、本気で政府の借金で、ごめんなさい。税収で政府の借金返したらどうなるか本当知ってます？ありえないってこと分かってます？税収で政府の借金を返すなんていう、そういうことはありえないんですよ。そのことをね、理解してないんですよ。だから今回、令和新選組が消費税ゼロって掲げたときに、そこにね、ちゃんとロジックがあるっていうことを突っ込んでくれれば、いかに既存の政党が言ってること、今の政府与党が言ってることが、本当に間違ってるかって分かるはずなんですよ。皆さんの仕事っていうのはそういう真実をしっかりと知って暴くことなんですよ。そのね、根本的な努力が足んないんですよ。でね、今回僕議席ともし取ることがあったらね、最初に何をしようと思ってたかというと、皆さんに対してレクチャー本気でやろうと思ってました。お金の発行の仕組みとか財政の仕組み、ちゃんとまともに説明してあげようと思いました。なんでかっていうと、それを知らない人たちが多すぎるんですよ。だから皆さんはそれを伝える、僕は本当に使命があると思ってるんですよ。今回の消費税増税、ありえない話なんですよ。財政金融的に全くありえないんですよ。ね、それが生活が困るとか、それもちろんありますよ。それだけじゃなくて、ありえない仕組みだっていうこと。なんでアメリカから MMT みたいなものが出てきてるか、ちゃんと皆さん理解してます？してないでしょ？それでよく報道機関だって言えますよね。本当いい加減にしてくださいって本当怒ってますよ。ただね、僕、皆さんを敵に回したいんじゃなくて、ちゃんと分かってほしいんですよ。分かった上でちゃんと報道してほしいんです。なんでかっていうと、それが世界中の人たちのためになるからです。日本だけじゃないです。ということはね、本気で僕は言いたいんです。だからもし機会があれば、
そういう会を開いてみたいと思いますので、ぜひ取材に、それから聞きに来てください。まずは大西純一さんの動画でも見ていただいてですね、そこから始めていただくということでよろしいでしょうか。ありがとうございます。